ようございます。夢中ピアの玉野です。今日はワンパントースト作ってみます。さあ、で用意するものは薄めの食パンと3個とか4個とかくっついてる普通のベーコンと、あとはカマンベールを半分、そしてドライフルーツミックス、これも使ってみようと思います。あと卵、パンは半分に切ります。そして卵とマヨネーズ、卵は割って、そこにマヨネーズをちゅるり。こんな感じですね。そしてお砂糖をちょい。それでここに胡椒。こんなもんでいいかな。これを混ぜます。そうだ、これをひっくり返します。さあ、で、お箸じゃない方がいいのかな。フライ返しですよね。フライ返しです。せーの、おい、来ました。そこに卵の上にこのカマンベールチーズは裏表は互い違いにした方が多分いいと思うので、そしてベーコンを乗せて、ドライフルーツはまあ適当に。どうしたらなんかして、よこちゃん、これは全部は多いから、何かな、なんで飛んでいくのかな、こんな感じ。
これをもうやってるかな、もうちょいかな、火を強めます。ちょっと離してみたりして、じゃあさあ行くぞ、えい、おお、こんな感じでできました。これをお皿に持っていきます。さて、ここにお皿に盛ったトーストに蜂蜜をたまり、これいいです。